なんと、劇的な、そして鮮やかな新チャンピオの誕生だろう。7月28日の体操男子個人総合決勝。2、前の団体で銀メダルに終わって悔しさをこう、締めた橋本大輝が88.465点のハイスコアで金メダを勝ち取った。日本勢として初めての10代選手よる個人総合制覇で、 体操日本の通算100個のメダルを獲得。ロンドン五輪、リオデジャネ、ロゴリンを連覇した内村公平に続き、日本勢がルラウンドの戦いを3大会連続で制した。笑いで両手を天に掲げる19歳に涙はなかった。人生、本当に嬉しい瞬間とは言葉では言い表せ、いいも物だと感じた。でも、 やっぱり団体のみんで表彰台の一番高い段に登りたかった。ここ、涙を流してしまうと、今の状態に満足してし、うことになる。チャンピオンは涙を流さず、前、毛を見ているものだという考えを持っていったい19歳は、王者のプライドを瞬時にまとって、他、予選トップ通過の勢いを、個人総合決勝に投げた。一目目の床で点を叩き出すと、 2種目のアン馬では、15点こいとなる15.166点をマークして、いに立った。ところが、続く苦手の釣り輪で技、難度が認められない不足の事態。若干の同様、見られた4種目目の跳馬では、好演技を連発す、ライバル勢に抜かれ、4位まで順位を下げた。